偽聖樹？ミラノ冒険探追放されましたが、実は最強なのでセカンドライフを楽しみます。星2。王族の娘であるが身分を隠して小国の政治をしていたらその国の王太子に婚約破棄されて追放されてしまう。そうしたら追放した小国がピンチになるという親の子守唄よりも聞いたなろう系作品。ここから主人公は自分の国にイケメソ冒険者を雇って逃走を始める逃亡漫画かなと思ったら、違ってここからややネタバレ。この漫画のベネな部分はザマー役の小国の王太子が違う意味いい感じの、出世欲に取り憑かれた自分を天才だと思っているバカで小悪党という設定。大抵のこの手のシナリオの場合は、王太子と逸話聖女役が両方バカか、偽聖女は魅了スキルを有しているという設定が多いですが、偽聖女は異世界転生したという不安のアイドルみたいな性格設定であり、小市民の王子はその偽聖女に対して連合の情を抱くこともなくしっかり、無能だったら牢獄行きだからなと脅して手綱を握ろうとしたり、自分がトップになるために画策します。中盤以降のシナリオはこの小市民王子が戦型の命がなく何をしても空回りするおバカで無能っぷりを生温かく見守るというシナリオをしており、無能な王子が頑張って切り散らしながら自ら独語にはまっていく様が微笑ましい作品。何を画策してもうまくいかない王子の無能っぷりがめちゃんこ面白い作品なので、面白すぎてもうこの漫画は王子抜きにして語れなくなっちゃったので。